お疲れ様です。ナミさん、動画の方ありがとうございます。まあ、今回のテーマね、時間がないっていうことでしたけども、私は思うんですけどもね、このね、時間がないっていうことに気づけるのっていうのは、いや本当に一つ大きく人生を進める大切な要素だと思うんですよね。いや、人生ってのはすごく限られた時間で運用されていって、ぼーっとしていったら本当にね、棒に振るわけなんですよ。もう冗談じゃないですけど、ぼーっとしていたら人生を棒に振るんですよね。で、よくね、時間がないって言いますけども、いや、その時間がないっていう状況に気づいたあなたはすごいと思うんですよ。うん、だからこそ時間がないからこそ、すぐに行動しなくてはいけないっていうふうに思うんですけども、時間がない割にはやらないですよね。なんでやらないかっていうと、時間がないからなんですよ。一体どういうことやと思います。時間がないから、すぐに片付けないといけないんですよ。でも時間がないから、やらないって選択をするわけですよね。あなたはどちらですか？でね、若い頃にやっておけばよかったって思うことって誰しもあると思うんですけども、で、なんでやらなかったのと。時間がなかったんですかって。そう、忙しかったんですっていう人がいるかもしれません。時間がなかった。あの頃はちょっと忙しくて時間がなかったと。じゃあ、忙しくて時間がなくって後悔しているぐらい、その時に打ち込んだものは何だったんですかと。それは今どんな効果をもたらしているんですかっていうふうに聞くと、ゴニョゴニョゴニョってなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまりね、ぼーっとしていただけなんですよ。いや、本当にね、自分が思いを込めて何かを成し遂げたなら、時間がなかったなんて思わずに、しっかりと有効に時間を使ってきたからこそ今があるっていうような考えになってるはずなんですよね。で、今までやってきたこと、時間をしっかり使ってきたことが今を支えているってことになると、ああ、時間があるうちにやっておけばよかった。やっておいてよかったっていうふうに考えが変わると思うんですよね。どうなんですかね。まあそこまで振り返ることはないのかな。まあでもね、これから残された人生の時間はどのくらいあるのか分かりません。良き平均年齢って言いますよね。平均年齢が男性で81歳、女性で88歳とかっていうふうに去年とかも言われていたみたいですけども、それは去年生まれた人の話ですからね。ね、ここ多くの人が勘違いしてますけども、今年の平均年齢はこれです。出た時に、あ、自分の平均年齢は81なんだ、88なんだって思いがちですけども、そうじゃないと。昭和47年に生まれた人の平均寿命は、それとは違いますよ。昭和47年に生まれた人の平均寿命をちゃんと見てくださいよってことなんですよ。そんなに長生きしないですからね。ご用心ですよ。はい。まあね、長く生きているように見えるのがね、生きてる人を見てるからなんですよ。やっぱり60代や70代でお亡くなりになった方って普段見ないでしょ。だから忘れられてるんですよ。生きている80代90代を見るから、あ、人って長生きするようになったんだなって思うんで、それは錯覚なんですよね。実際に60代とか70代にたどり着けなかった人の数、忘れられた人の数、これを一回ね見てみると面白いバランスに気づけると思いますよ。同時に本当に時間がないんだな、人生ってのはな、っていうふうになると思います。ということで今回は以上です。ご用心。